里親さんをやっとね募集する準備ができました。はい、上手。はい、上手。しゅうくん、よかったね。喧嘩じゃないですからね、これね。遊んでるんですからね。はいはい、分かったね。さくさく、はいはいはい、見て、はい、ちょうだい。はい、ありがとう。はい、ちょうだい。なにね、なにね。走るか。水。はい、よしよし。皆さんこんにちは。おっとっとっと。はい、よしよしよし。里親さんをやっとね募集する準備ができました。おめでとう。ね、よかった。はい、上手。はい、上手。やっとですね、まあいろいろと、まあそらくんのですね体調のことですとか、あとその病院さんとのやり取りもいろいろあってですね、この時期になったんですけれども、そらくんがうちに来たのがですね、昨年12月の中旬ぐらいですね。でもまだね、そらくんうちに来て1ヶ月も経ってないんですよ。で、1ヶ月も経ってないんですけれどもね、まだそんだけって感じなんですけどね。で、あとそらくん、まあ、その避妊手術、去勢手術ですね、まあ、それを、まあ、病院さんの予約状況とかもあってちょっとまだ先の予約になってるんですけども、まず今の状態でね、それは、まあ、一応里親さんを募集するという形になりました。まあ、その避妊去勢については僕ちょっといろいろ考えは、僕なりの考えは持ってるんですけれどもね、が一応ですね、去勢手術も、一応先の予約はしてますが、現時点ではまだ、ね、去勢はしていませんけれども、里親さんを募集することになりました。一応会の方ともですねお話をしてですね、ね、決まったんだよねという感じですね。一応このこちらのサイトの方からでも今日からですね、おそらく里親さんを募集、陽子はまた保護子猫たちと同じね、まあほぼ条件なんですけれども、下の方にまた概要欄の方にですね、そらくんの、その連絡先等は、募集先とかですねも記載しておりますので、よかったらそちらで ご確認ください。で、こうやってまあ抱っこすることもね全然問題なく。
抱っこさせてくれるし、で何よりねこうやってまあうちの子たちはみんなそうなんですけど、まあ、こうやってね顔のマッサージがとにかく好きで、すごいこうやってね何かかってくるっていうか寄りかかってくるのでね、これが好きです。なので、まあ、こうやってねワンコを触りたくっても大丈夫だよという方とかね、まあでもみんなそうなんですけどね、ワンコ好きの人はねもうめっちゃこうやってもう触りたくってると思いますけど、これはもうソラ君としても、もう受け入れてくれてるので、ね、ソラ君こんな感じでねもうずっとねこう揉み出したら、ね、やってやってってなるので、こういうね甘えん坊のソラ君、お手手上がってる、お手手上がってる甘えん坊のソラ君とですね、まあとりあえずはまずはねトライアルからまずはお試しでソラ君とね生活してみたいという方はね、ぜひ概要欄の方にですねご連絡いただければと思います。僕の方ではですね預かりだけとやらせてな、預かりだけをさせていただいてますので、直接のやり取りはですね会の方とやっていただく形にはなります。で、まあ、日常のねそらくんが、ね、いい里親さんが見つかるまではうちでですね楽しく毎日ハッピーに暮らしていければなと思っています。あったかいそらくん、そんな寒くないんですけど今日は、まあ、こうやってべったりさん、まあ、寝るときはね足ぐらいにはひっついて寝る感じでしたけど、まあ、ベルさんみたいにもうべったべもう腕枕してっていうほどではないですね。何でしょう、こうこうですからね。ずっとできちゃう。ワンコは本当、猫もそうですけど、すごく従順なので人間に対してもですね。気持ちいい。ちょっとマッサージモードで申し訳ないんですけど、ソラ君が走るところを、ね、皆さんに見ていただきたいな。あ、ふりした、ふりした。じゃあ行きますよ。ソラ君、ソラ君。そしてね、そらくんはボールキャッチもできます。いきますよ、早くいくよ、はい、ほら、かっこいいでしょ、勇ましいんです。ね、できるんですよ、そらくん上手、ありがとう。ここに落とします、いきますよ、早くいくよ、はい、ほら、上手でしょ、こういうことができるんですよ、それから教授。はい、はい、ごめんね、はい、どうぞいいですか。あ、はい、今行きます。ボールしよう、ボールしよう、行くよ。そら君は持ってんの、ほい、上手なんです、ね、上手なんだよね、できるんだよね、そら君もできるんだよね、そら君もできるんだよね、ね、よかった。
に振り切ろう。ゴー。ソラ君が行った。ソラ君、はい、なかった。よし、みんな走る。あ、ごめん、プルプル前に。よし、おいで。あ、あ、また今度押されてしまった。喧嘩じゃないですか。かけがえ